遅いですね。道に迷ってないと良いですが。夜さん、すっかり母親が板についてきましたね。いえ、そんな。ロイドさんは私の母親ぶりに不満があるのだと思っていましたけど、まさか不満があるのは妻の部分。夜さん、確かに妻としては至らぬ点も多々あり。お、口どうかしましたか？ちょっと口紅が合わなかったみたいで痒くて。それよりアーニャさん遅いですね。心配なのでちょっと見てきますね。私たちは体裁だけの夫婦で、ロイドさんだってそれは分かっているはずで。